奇跡は起きるものじゃないっしょ。自分で起こすものだから。どうも、あいちです。夏休み突入、まあ、直前ぐらいですかね。今動画投稿してるんですが、7月おそらく20日ぐらいから、まあ、22かもしれないけどね、そのぐらいから夏休みみんな始まると思います。で、まあ、宿題がある方とかはね、早く宿題終わらせようみたいな話を前したんですけど、特に受験生、もちろん受験生じゃない方も、夏で自分の学力レベルをアップしたい方、これは学力じゃなくてもスポーツとか、まあ、楽器の演奏とかでもいいです。何かをレベルアップしたいと思っている方は、7月の10日間で全てが決まると思っておいてください。どういうことかっていうと、まあ、夏休み約40日間ありますよね。最初の10日間、ここを頑張れない人、本気になれない人は、後ろの30日頑張れないです。で、もっと言うと、最初の10日間めちゃくちゃ頑張れても、後ろの30日間頑張れない人も出てきます。まあ、息切れしちゃうんだよね。ってぐらいに夏休みは甘くないです。40日間頑張り続けるって相当辛いからね。でも、そのためにも、まあ、いろいろポイントがあって、そのポイントの一つとして、まず最初の10日間を確実にやり抜くっていう。で、それは、具体的に目標を立てるの。例えば、じゃあ7月31日の夜、まあ8月1日になる直前までに、この参考書のここまでを絶対に終わらすんだ、みたいな。そういう具体的に目標を決めてください。で、その目標設定は高くしすぎない。必ず自分が達成できる量っていうのを、まだ夏休み始まってないからね、始まったその7月20日から、7月31日まで、この期間で自分が、あと、目標として適切な量はどれぐらいなのかっていうのを自分と向き合ってしっかり決めてください。で、それを達成する。で、達成してもまだ先があるんだよね。8月30日間、その7月の3倍ですわ。その期間がやってくるので、その同じ流れで、まあ、もっとプラスでいけるんだなと思ったら量を追加する。ちょっと多すぎたなと思ったら調整して下げる。いいんです。周りの人でやった量なんて比べなくていいから、自分にとって適切な量はどれぐらいなのかをしっかり見極めて、8月もその勢いでやっていく。それをやり抜いた時に、8月終わった後、夏休み明けに伸びてくる人がいるの。これ辛いところが確定じゃないんだよね。夏休みどんなに頑張っても夏休みすぐ明けのテストで伸びない人もたくさんいます。自分がね、そのタイプだったんだ。夏休み、まあ、体育受験でね、高3の時にあんだけやったのに伸びなかったんだよ、明けテストで。で、いや相当ひねくれそうになったけど、でも、人の伸びるタイミングっていうのはいろいろなんだよね。すごい頑張ってすぐピュンって伸びる人、スピュンって伸びてから伸び悩むタイプの人と、伸びなくて伸びなくて伸びてめっちゃ伸びる人みたいな。ほんとね、花が咲く時期っていろいろ違う。で、自分は遅咲きだったんだよね。で、それをまあ恩師に言われて、それを信じてやってたんだよ。で、最終的に伸びてなんとか間に合ったタイプだったのね。だから、みんなもその夏休み頑張ってる途中でね、いろいろテストが入るかもしんない。なかなか伸びねえって、なんなんでやっても意味ねえじゃんって思うかもしんないけど、それは諦めが早い。見極めが早すぎる。自分が成長すること、そして自分が伸びること、できるようになっていくことを信じてる人、自分のことを信じてる人にしか、やっぱりそういう伸びってのはやってこないんだよね。だから、みんなもね、特に初受験、高校受験でね、初受験の方もいっぱいいると思います。不安だよ。本当に焦ってくるから、いろいろ。で、いろいろ焦ってくるし、いろいろ思うことあると思うんだけど、それでも自分で決めたことをしっかりやり抜くっていうスタンスを大事にして、まあ夏休みスタートまでちょっとあります。ここもね、準備期間だと思って夏休みね、そのまず7月の10日間をやり抜くための準備体操の期間だと思って、今しっかりやってみる。で、そのまま7月に入って、まず10日をやり抜く。で、7月10日やり抜いたら、そっから長い30日です。まあ、30日間も、3分割したり、10日ずつ分けたりとか、半分で分けたり考えてほしいんだけど、まずは7月やり抜こうっていう気持ちを持って、ぜひね、この1週間、大事にして、すごく大事な1週間だから、ぜひ成長した自分、もし受験生だったら、志望校に合格して喜んでる自分、掲示板の前で喜んでる自分をしっかり想像して、頑張ってもらえたらと思います。